こんにちは。2020年11月17日です。帯広に出てまいりました。目戸温泉に行く、道、かなり泥んこだったんですよ。それで車がかなり、汚れてしまいました。で帯広の街に来ますと前の車がみんなピカピカだったんで、これはちょっと恥ずかしいぞということで、スタンドで給油をして、タイヤの空気圧のチェックをして、洗車してき、ました。まあ洗車は高圧の水流の出るやつで、こう自分で洗うんですが、500円だったんですかね、それで洗って車がきれいにピカピカになりました。どうもデコボコ道の泥んこ道ので下回りがもう泥だらけになってましたんで、これですっきり、きれいになって走っていけることができます。これからルートを変更いたしまして襟裳岬ですね、そちらの方を回ります。天気が良かったんで今日はひょっとしたら襟裳岬で泊まるかもしれません。まだ時間的に早く着きましたらそのまま三井市ですか、三井市の蔵蔵に入浴させていただきまして、その横の道の駅で、車中泊をさせていただこうということです。そして今回迎えますのが、その経路にありますコスモール大気というところです。道の駅です。宇宙交流センター SORA、 それから砂金採掘体験、それから万泉温泉などが、近くにありますということです。で道の駅の名産物はカーマンベールチーズということになっているようです。このコスモール大気、いや中に入りましたら宇宙食が置いてあったんですよね。で写真にも撮らさせていただきました。まあ値段的にも結構いい値段するんですが、皆さんこういうものを食べてらっしゃるんじゃないかなというのが分かります。ここは民間の宇宙 の、 ステーションでこういろいろ実験してやってるみたいですね。そのような発射場が あるところです。それは中里ですか、この隣ですねにあるところです。で最近ですね、スペース X 社、打ち上げが成功したということをテレビで、見ておりました。今までその NASA がやってたその宇宙船というのはいかにも日本人ではなかった、地球人が、地球の人類が作ったということが分かりますよね。ソユーズにしてもアポロにしても宇宙ステーションにしても、それから日本が作ったコウノトリ補給船ですか、それにしてもいかにもこう地球人類が作ったというのが分かるんですが、今回イーロン・マスクのスペース X 社、宇宙船の宇宙服見ただけでも違いが分かりますよね。なんでこんな急に何世代も進んだんだろうというのが分かりますよね。宇宙飛行士さん、大野さんだったんですかね、こうヘルメットをカバーと下ろすんですけども、あれを下ろしただけでかなりの密閉度が出なきゃいけないんですよね。昔だったら結構大掛かりなあれでその密閉度を出したと思うんですから、スポンと下ろしただけですよね。あれでちゃんとした密閉が取れるということと、宇宙服もなんかスマートになりましたよね。なんか何世代も急に進んでしまったと。しかもブースターの部分は別に降りてきて再利用が可能だということですよね。また宇宙船もなんかかっこいいですよね。どう考えてもあれは地球人が考えたんじゃなくて、宇宙テクノロジー、宇宙人のテクノロジーが入ってて、それで急激にあれだけの進歩を遂げたんじゃないかなというのがなんとなく想像できますよね。なんか素晴らしいですよね。まあドッキングのスペースのドッキングのところは昔と同じタイプですよね。それは規格が変えてしまったらですね、合いませんからね。宇宙ステーションの古い規格に合わせた、ドッキングペイを使って、やってるんじゃないかなと思いますが、後のあれも本当にすごい、テクノロジーですよね。驚きました。で本当にスペース X 社かなりの進歩ですよね。で日本でもいろいろ頑張ってやってますけども、あれから比べるとかなりレベルが低いですよね。あくまでも地球人類が考えて頭をひねり出して一生懸命やってるっていうのは日本のあれは分かるんですけども、どうも日本の場合はやはりJAXA ですか、そっちの方がかなり進んでますよね。民間企業の方はかなり遅れてますが、アメリカはもう、NASA は撤退してしまって、今スペース X 社ということでやってるみたいですが、素晴らしい時代になったなというのはよくわかります。今回初めて日本の宇宙飛行士がそれに乗ってたということで、まあ、いきなり人を乗せて飛ばすんですから、かなりの安全性というのはもう確保されてるんでしょうね。しかしすごい自信があるんじゃないかなというふうに思います。
まあ、結構あの宇宙ステーションのあれも見てるんですけども結構ボロチクになってきましたよね。結構古いんじゃないかなと思いますね。乗車定員が一人増えたんでその分の寝るスペースがないから私はどこに寝るんだろうとか、だから考えるみたいですけどね。まあ本当にボロチチはボロチですよね。でもあれでずっとやってきたんですから、まだまだこれから飛ばしていくんじゃないかなと思います。それからちゃん、月にも行って月から今度火星の方にも、なんか、飛んでいくみたいですけども、まあ、あくまでもそのジェット燃料を使ってというかこの水素と酸素で、こういうふうに、飛ばしていくんであればあれですけど、まあ、反重力を使っていくんであれば結構いけると思いますよね。それから空間を歪めるとかアインシュタインの相対性理論も今ちゃんと現実的に証明されて、で、まあ、GPS だとかその辺も全部使って誤差も修正しているみたいですけども、そうしますと理論の先にある宇宙空間を歪めてしまうということをやればえらい早い時間でいけるかもしれませんし、まあ、どのようなことになっているんでしょうか分かりません。まあ、反重力も結構電磁石の N 極と N 極のとか S 極の反発を利用すれば浮くんですからね。地球の磁場を利用してやれば十分反重力で飛ばすこともできるし、地球の N 極と S 極があって地球が自転してますんで、これをうまく利用すれば無限の電気エネルギー、いわゆる発電機と同じ原理で無限のエネルギーを取ることができるみたいですけどね。まあ、これはテスラニコラですか、ニコラテスラかがなんか考えてみたいですが、いろいろあって、それは潰されてしまったというようなことかもしれません。これからどんどん科学技術は発達しますね。まあ、とにかく何度も言いますけど、そのスペース X 社の宇宙船見ただけでびっくりしましたね。これは全然違うぞと、レベルが違うぞ、次のステージに2ステージも上にこう上がってしまったなという感じがしますよね。まあすごい時代にこう生きさせていただいております。まあ、孤独のドライブでうろうろこう走っててこう大気帳まで入ってきたもんですから、しかもコスモール大気の中で宇宙食を見てしまったんで、また宇宙のことを思い出してしまいましたね。結構宇宙関係も好きでいろいろ調べてはいます。いろんなガスネタといいますか、いろんなネタはたくさんあるんですが、その中で、どれが正しいのかということを自分なりに、判断していくのも結構楽しいものがあります。まあ、だん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 無重力ですとやはり人間の骨だとかいろんな影響が出てくるんで、やがては人工重力を使うようになると思いますね。別にぐるぐる回して遠心力で重力を作るんじゃなくて、ぐるぐる回さなくてもできる重力がもうすぐできるんじゃないかなというふうに思います。多分もうできてるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、それをやってしまうと、まあ、エネルギーの関係でまだ石油が成り立ってますから、石油が取らないと困る社会状況になってますんで、その辺のバランスも考えてるんじゃないかなというふうに思いますが、これはコスモール大気に到着いたしました。ビルディングタイプの立派なところですね。ただ道の駅はそれほど広くはありません。駐車場は周りに広いです。それから横の方にはスーパーマーケットエコフだったですかね、それがあります。でここは宇宙の展示物、隣の大気町で宇宙実験とかいろいろ民間のやつを飛ばしてるんで、そのような展示がされておりました。宇宙食もここから買えるんですね。本当のこれ宇宙食なのかよくわかりませんが、フリーズドライなのかもしれませんね。本当の宇宙食を作ってるところから買ってきたんでしょうか、それともこういうもんだよということで、まあ、真似をして、作ったフリーズドライなんでしょうか、よくわかりませんが、ちょっと見ただけで、違うかもしれんぞということで、買うのはためらいました。値段的には結構いい値段、してますよね。まあ、当然高いですよね、こういうふうにやると。ご飯関係とかなんかそんなものがありました。でこれ一通り見て、なんかカーマンベルチーズが売っていたというところです。ここで一休みさせていただきまして、また次に向かっていきます。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。